ではこの靴の紹介をお願いします。はい、はい、この靴は、はい、他のまあインコルジェの靴と同じように、はい、低反発クッションがしっかり入ってます、はい、なるほど、柔らかいです、ね、はい、で5センチヒールで、はい、まあ、しっかりとその分クッションが気持ちいいっていうのがあるのと、これはですね、これも足をしっかりと覆うように、はい、甲の部分がしっかりと長く取ってあります。なるほど。でこういう靴ってまあ履きにくいのが多いんですけれども、はいはい、これには、はい、そうです、脱ぎ履きしにくいっていうのがあるんですけども、はい、この場合中にここゴムになってます。ここ、ほうほうほう、これは脱ぎ履きしやすい、そうですね、伸びる、はい、伸びます。でさらに上の革の部分のここにもゴムが入ってます、はい、二重でゴムが入っているので、はい、デザイン性もありつつ、はい、脱ぎ履きもしやすいっていう靴なんです。ちょっと履いてみます、はい、これもかなり脱ぎ履きしやすいですね。これはスポットが入っている。あ、本当だ。でなるほど、これはですね、ここがしっかり幅がゆったりしてるっていうのと、はい、これも、ここの部分の厚みがここからここまでの高さですね、はい、しっかりありますので、はい、こう親指が上向いちゃってるという場合とか、はいはい、ちょっとこの辺きつく感じる方には、はい、ここのゆとりはしっかりあるので履きやすいと思います。なるほど。かわいいですか。かわいいです。かわいいです。デザインがちょっと個性的だね。そうですね。で特にね、この靴形だとこの色が私は、はい、あ、このいい色、かわいいなと思ってます。はい、レンガ色、なかなかない色なので、うん、赤でもない朱色のようなレンガ色ですね。ちょっとこれかわいいのでぜひお試しください。はい、はい、あとは何色がありますか。あとはネイビー。ネイビー、あ、ネイビーもいい色ですね。ネイビーも何にでも合わせやすい。合わせやすいです、うん、でまあ黒ですね。黒、ベーシックな黒、ベーシックな黒、はい、これも普通なようで普通じゃないこのね、デザインがちょっとワン人個性ある。人個性あります。で今履いたダークブラウン、はい、焦げ茶とカーキ色。カーキ、あー、カーキもいいですね。ね、また特にこれ、うん、なんか味がある、味がありますね。いいですね。以上です。お値段は、お値段、はい、税込みで 14,080 円です。あ、お手頃価格ですね、インコルジェはやっぱり、はい、うん、じゃあこれをぜひお試しください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。